ジで歌の子だと思ってたの。あ、嬉しい。そう、僕はあの FPS がそもそも自分がやらないので FPS を見るその習慣がもともとなかったんですよ。で、うんうんうん、あの歌子を見てたら何で知ったんかな、印象一番残ってるのがグッバイ宣言とあの春を告げるなんですけど、あ、嬉しい。多分そのあたりのどこかで知って歌めっちゃうまいなみたいな、うん、あ、でも V スポだから歌の子なのか、いやでも V スポだよなみたいな感じで、どっちなんだ、うん、歌の子なのか FPS の子なのかどっちなんだろうっていうふわっとした感じのところから、あの、うん、アスミは完全に僕はあの祭りとか星川ラインで考えてるので、なんか、はい、歌の子のイメージなくなっちゃいましたね。やだやだやだ、イメージ変えて。いや、歌が上手であの声が可愛い方みたいなイメージあったんですけど、あの、うん、笑い声があのマジで別人すぎて、はい、あすみさんといえば可愛い弟さんに見バレしていますが、最近あった弟さんエピソードなんかはありますかということで、これまずね、まあ皆さん知ってるとは思うんですけど、これあの弟に見バレした経緯聞いてもいいですか。これは私がもともと実家で、うん、はいはい、配信した時におばあちゃんって入ってきたのがきっかけですよね。それ弟声真似。そう、はい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 、そう、やっぱ自分のことはあすみって言うから、うん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 、弟スイッチで YouTube とか見てたんですよ。ああ、スイッチで見てたんだ。すげえ。そうだから、アスミで調べ始めちゃったんですよね。アスミってなんだろうってなったのか。そう、ふん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 。で、ある時にお姉ちゃん一緒にゲームしよう、これわかんないやってよ、 YouTube 見ます。履歴の一番上、アスミセナ歌、はい、グッバイ宣言聞いてたんだっけ。あ、そうそう、グッバイ宣言も聞いたしポニーとかも聞いたし、最近の配信も見たよって全部言われますね。がっつり見てる。あー、ほんと惜しい。ファンじゃん。弟くんの声真似癖あるな、何回聞いても。いや、でもそうです。こんなもんですよ、小学校5年生って。小学校5年生なんだ。めっちゃ子供やん。そうです、そうです。そうで、お姉ちゃんって感じ。いや、もうなんだったら、アスミの弟に興味あるわ、僕、ショタコンだから。やだ、ダメ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 。年の離れたお姉ちゃんがいるリスナーさんに聞きたいんだけど、お姉ちゃん大好きですか？もしくは、お姉ちゃん離れ、いつしました？聞きたい。嫌い、大嫌い。あれ？あれ？嫌い。あれ？大好き。仲悪い。嫌い。あれ？好きだけど画面から出てきてくれない、それはお前のお姉ちゃんじゃねえんだよ。血縁か、血縁を言ってんだ、血縁を。なあ、それ画面だろ、それ。めっちゃ嫌いじゃん。いや、でもなんかあすみ自分で言うのはなんだけど、ちゃんとお姉ちゃんしてますね、割と。多分切り抜きとかなんか見てくれてるかわかると思うけど、まあ割とちゃんとお姉ちゃん。アスミは長女な。そうだね、アスミ長女。この間もなんかさ、アークの配信をしてたじゃないですか、ちょっと前に。で、別に弟に配信の内容言ってないわけ。ただ配信するから、お部屋来ないでねっていうことだけ言ってて、うん、わかったって言って、で、終わった瞬間ガチャって入ってくるわけ、いつもタイミングよく。お姉ちゃん終わったって来るから、終わったよって、じゃあそっち行くっつって、いつも配信が終わるとアスミのベッドの上でさ、ゲームしてんだけど、弟って。お姉ちゃん、そういえばアークどうなんみたいな。おい、こいつなんで知ってんだって思うんですけど、ちゃんと見てんでしょうね、多分。なあ、弟ねえ、多分見てるんでしょうね。いや、これで一人暮らししてみ、もう絶対見るやん、もっと見るよ、多分。やばー。弟も VTuber になるんか。いや、絶対にやらせない。絶対にやらせない。ゲームはやっててもいいけど、 VTuber とかにはやらせない、絶対。姉を見てなおやりたいと思うなら考えるけど、やらせないよ、絶対。
弟にはすくすく育っていただきたいので、こうある程度リアルを満喫した上でこう YouTube をやりたいっていうのであればいいんじゃないってなるけど、こうリアルまだこれからっていう段階ではやってほしくないかな。いや、アスミもリアルで生きてた人だから、こうリアルで生きてた目線で言うと絶対にリアルは一回満喫してた方がいい。アスミはリアル満喫してたの？うん、満喫してたね。アスミはちゃんとお姉ちゃんで泣けてきた。こういうお姉ちゃんエピソードしちゃうとアスミの弟になりたいっていう人がいっぱいいるんだよな。いやでも本当に面倒見いいよ、いいと思う。こういう彼女連れてきたら嫌だなとかある？特には。学校にも行ってなくて仕事もしてない人はダメかな。なんか別に学校に行ってないからダメとか、こうそういう偏見は特にないんだけど、学校に行ってない子は行ってない子で何か絶対頑張ってる人っているから、何もしてない人は嫌だ、ダメってなるかも。なんか人として何かしてることがあるんだったらいいと思うけど、なんかこう何も本当に自分が堕落してしたいから何もしてないみたいなのいう人間だったら普通に嫌かな。まあ、そういう人は選ばないと思うけど、稼ぎ口があるならいいと思う、ちゃんと。まあ、そう夢がとか夢とか目標があればいいと思う。でもバンドマンみたいな目標掲げてる人はやめてほしい。いや、バンドマンは将来バンドマンに、有名なバンドマンになるからはならねえのよ、本当に。じゃあなってから言えってなっちゃうから、そういうのじゃなければいいんじゃないって感じ。うん、弟と恋バナはしないね。好きな子できたって聞くと、俺ママとお姉ちゃんいるからいいやって弟言うから、かわいい、かわいい、そうだよなっつって。でも弟はみんなよりもお姉ちゃんのアスミが一番好きだから、ごめんやけど、ごめんやけど、うちの弟マジでシスコンなんで、申し訳ないけどマジでめちゃめちゃアスミのこと好きだから、ごめんだけど、いや俺の方がアスミのこと好きだよ。あー、張り合ってきた、張り合ってきた、来た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 。いやでもね、アスミ、てかでも弟も全然反抗期だよ、全然反抗期。でもね、ママにしか反抗期出ないんだよね、お姉ちゃんに出ないんです。だからやっぱりそういうことなんですねって感じ。昨日も夜中喧嘩してた、ママと弟が。もうママが「ハラ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 」って言って、弟が「ああ!」って言ってた。ああ、今日も今日とて家が嵐だと思って、アスミは静かに布団に入ってましたけど。でも弟は全然お姉ちゃんの前ではそうなりませんから。お姉ちゃんゲームしようって来るか、ママと喧嘩した時は弟は無言でトットットットって入ってきて、何って言うと、逃げてきたって言われるから。可愛いですね。でもいい感じに年が離れてるから弟がそうならないっていうのはあるかもね。ママに反抗期はあるとしても、お姉ちゃんは基本あんま怒らない。まあ、何かあれば怒るけど、基本ママが怒るから、アスミが基本逃げ道、非常口くんだから、だから弟と円満で仲いいっていうのはある、ずっと今。お年玉はあげてない、お年玉はあげてないけど物は買ってあげてる。何欲しいって。いや、なんかアスミめっちゃブラコンって言われてるけど、でもまあそんな弟持ってたらブラコンにでもなるだろ。ブラコンになるだろ、そりゃ。そんな可愛かったら、そんな素直に好きって言われたら。弟が姉に最初にかけた言葉何だと思う？え、お姉ちゃん部屋汚い。え、なあ
姉にかける言葉じゃないの、引っ越ししたてのね姉にかける言葉じゃないの、それは引っ越したてのね姉にかける言葉じゃないんだよって、もっと言うことあんでしょって、久しぶりにお姉ちゃん見れてもっと話したいことないのって思うじゃん。お姉ちゃん部屋汚い、俺心配って言われた、お前が心配すんなと思って。いや汚くはないのよ、散らかってはないの、段ボールがあったから汚いってことね。また切り抜かれるわ、弟じゃない、切り抜きも伸びてください。弟の切り抜きばっか伸びると弟を襲おうとするキモいのが湧くので、頼むから、うん、弟の切り抜きのコメント欄どぎついのいっぱいあるんです、やめてください本当に。なんなら弟を彼氏だと見据えてる輩もいるんです、おかしいだろって。なんでだよ、冷静に考えてみ、だって弟とポケモンユナイトしたって話して、それが本当に彼氏なのであれば彼氏とポケモンユナイトした話やばいだろって、冷静に考えてみろよ。おい、どんな微笑ましいカップルなんだよ本当に。今日はダーリンと一緒にポケユナしちゃったって、微笑ましすぎるだろマジで、ガチの弟だわ。彼氏の話できたらいいんだけどね、いいんですけどね、できたらいないんです、はい、いないんですよ。いや逆にアスミが弟、彼氏を弟として見立ててた話をしてるとしたらめちゃめちゃ賢くない？めちゃめちゃ賢いじゃん、絶対それできる人、なんかあれだよ、彼氏をお母さんすらできるよ、お母さんに立てて話すことできる、お母さんがお帰りって言ってくれたんだよね、実はそれ彼氏でしたみたいな、絶対できるじゃん、それできる人マジで賢い。でもアスミ正直者だから多分できないわ、うん、弟うざくないですか、俺やポ好きって名前でその質問やばいって。うざくないよ、いやうざくないかな、やっぱ年が離れてるから、弟がまだ小学生だからそういうのがないっていうのはあると思うよ、いやこれでめちゃめちゃ年近くて2歳とかしか離れてないって言うんだったら、いや多分うざかったんだろうけど、やっぱりだいぶ離れてますからね弟と、小学生ですから。星座なんです、自分も星座だし好きなものも星座だし、得意なことは戦争です。リュウ様はずっと前から好きでした、第三王子は私にください。